続きまして、プログラム20番柳田八木節振興会の皆様です。本日各団体の最後となります。よろしくお願いいたします。柳田八木節や振興会でございますが、だんだんと高齢化になってまいりましたけれども、まだまだ頑張っておりますということで、本日踊り部門、昔からのお着物で3名の方が踊ってくださいます。柳田八木節振興会は男性4名、女性8名で構成されております。本日の演目ですが、足利観光です。準備が整いましたらお願いいたします。はい、準備が整ったようでございます。それではお願いいたしましょう。足利観光、どうぞ。えい、よっ、はい、はい、you
に願いをかけて登る木座橋200余段登り詰めれば霞の中に遠く広がる紅葉団地日本一よとその名も高く海を渡って東に西に今を去ること1200年おのの高村造り師という日本最古の足利学校今に伝えて昔を忍ぶ国の史跡を市民の誇りへつないでまだ読みたいがもはや受け持つ時間となればまずはこの場で留め置きましてご縁があるならまたこの次長をいさねヤギ節振興会の皆様でございました。よー